県議会9月定例会は今日閉会日を迎え、防災減災事業やトンコレラの対策事業費を盛り込んだ補正予算案など25の議案を可決しました。県議会最終日の今日は一般会計の補正予算案など25の議案を可決しました。一般会計の補正予算は総額81億8,700万円で、防災減災事業として。 緊急輸送路や河川などの整備費に79億6400万円が盛り込まれていますこのほか県東部中部地域のトンコレラ緊急対策事業費として1億3600万円を JR 沼津駅周辺の鉄道高架事業で土地収容の採決申請に伴う収容委員会の運営費に1200万円を計上しましたまた公務中の交通安全対策として 公用車665台にドライブレコーダーを整備するため2300万円余りも盛り込んでいます。